こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。悪いことをすると地獄に落ちると昔からよく言われているけど、そもそも地獄ってどんなところなんだろうね。それじゃあ、今回は、地獄について解説していこう。仏教では地獄は8つあるとされていて、何をしたかによって行き先が変わるそうだぜ。え、そうなんだ。この動画を見ると、仏教で定義されている地獄の特徴がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってね。輪廻転生と六道。仏教には、輪廻転生という考え方がある。輪廻は人を含む生き物が亡くなった時に、動物などを含めた生物に何度も生まれ変わることを指す教えのこと。命を持つ者が生命の転生を無限に繰り返す様子を、車輪の奇跡に例えたことが輪廻の由来と言われている。ふむふむ。そして、転生は、人の肉体が死を迎えた後、その人の魂は別の肉体に宿って新しい人生を始めるという考え方だ。つまり転生というのは、生まれ変わりそのものを示す言葉ということだね。二つの言葉が組み合わさった輪廻転生だけど、仏教における輪廻転生というのは、六道と呼ばれる六つの世界を、生まれ変わりながら何度も行き来するという考え方だ。この六道には天上、人間、修羅、畜生、ガキがあって、最後の一つが地獄だぜ。魂が生まれ変わる先は、この六種類という考え方なんだね。この考え方は仏教が成立するより前から存在していて、古代インド思想が起源とも言われているぜ。へえ、とても古くからある考えなのね。このように生まれ変わりの先であると考えられている六道だけど、仏教ではどれも苦しみの世界とされている。中でも特に苦しむことが多いと言われているのは、三悪道と呼ばれる地獄、ガキ、畜生の三つ。一方で、天上、人間、修羅の三つの世界は苦しみが少ないとされていて、三千道とも呼ばれているぜ。どの道苦しむわけか。仏教では、この六道から抜け出すことを目標としている。お釈迦様は六道にいる間は誰しも苦しみから逃れることはできないとしていて、六道の先にある極楽浄土へとたどり着くことを目標としているんだ。ちなみに、苦しみから逃れるため六道から抜け出すには、むさぼる心を表す、トン、怒りの心を表す、ジン、真理を知らない愚かな心を表す、ジの、三毒を克服することが重要であるとされている。それぞれどんな世界なのか詳しく知りたいよ。天上道は、天道や天界道と呼ばれることもある。六道の中で一番楽しいことが多くて、苦しむことが少ない世界と言われている。さらに天道には人間よりも秀でた能力を持つ天人が住んでいると考えられていて、長寿で空を飛ぶなどの神通力が使えるそうだ。ほとんど天国と言っても良さそう。ただ、天道はあくまでも輪廻転生の舞台である六道の一つで極楽浄土じゃないから、天人も衆生に過ぎない。だから死ねば他の衆生同様、生前の行いから閻魔大王が決めた六道の、いずれかに転生することになるんだぜ。そっか。人間道は苦しみだけじゃなく楽しみも感じることができる世界で、私たち人間が生きている世界のことだ。人間道は、六道の中でも重要な役割を果たしている世界なんだ。重要な世界？輪廻転生から逃れるためには欠かせない仏教の教えを学ぶことができる。唯一の世界であるということ。人間道で仏教の教えを学ぶことで、輪廻転生から逃れて、極楽浄土へ行けると考えられているぜ。なるほど。修羅道はその名の通り、阿修羅という鬼神が住んでいる世界のこと。家宝が優れていながら悪霊も背負っているものが、死後に修羅道に行くとも言われている。この世界は常に争い事が起きていて、怒りや苦しみに満ち溢れていると考えられている。なんだかドロドロした世界だね。さらに、この世界にいる者は欲望を抑えることができない。消防年助教によると移植は望むままに現れるから、天界と変わらない上等なものが得られるようだ。だけど、第一ドロンによると、修羅道においては、食事が食べ終わる時に口の中に泥が広がるから、決していい食事ができるというわけではないようだ。ここは苦しみが多いように感じるね。でもここまでは、比較的苦しみの少ない、三千道であると言われているんだぜ。ということは、残りの三つがどれだけ苦しいのか。畜生道は犬や猫、馬や牛などの人間以外の動物が住んでいる世界だ。悪いことをした報いとして生まれ変わる世界であるとも言われている。動物の地獄ってことか。弱肉強食の世界だから、畜生道にいる者は、常に不安を抱えて自分だけが助かればいいと考えている。
人間道とは違って仏教の教えに触れる機会もないから、救いのない世界であるとされているぜ。ほほう。ガチ道は、苦しみと飢えによってお腹が膨らんだ鬼が住む世界。人を思いやる気持ちがないとガキになってしまうと考えられている。ガキは常に飢えと渇きに苦しんでいるんだよね。食べ物や飲み物を手に取るとたちまち火に変わってしまうから、決して満たされることがない。ガキ道は嫉妬や欲望に満ち溢れた世界で、一度ガキ道に入るとここから脱出するのは難しいとも言われているぜ。いやだー。地獄道は、六道の中でも最も苦しい世界と言われている。聞くのは怖いけど、どれくらい苦しいんだろう？ここは罪を償わせるための世界とも言われていて、この世界で受ける苦しみは言葉では表現できないと言われるほどだ。さらに地獄は、上下に8層に重なっているとされているぜ。いやー、絶対に行きたくないよ。地獄に関する説。地獄の種類や位置については、経典によって差があるんだ。ここでは、古写論、上阿言経、消防年序経の3つの説について紹介するぜ。お願い。まず古写論では、一切の生きとし生けるものである衆生が住む演武台の下、地下深くに地獄はあるとされている。そこには上から統括地獄、黒縄地獄、集合地獄、共感地獄、大共感地獄、消滅地獄、大消滅地獄、無限地獄の8つの地獄が層となって重なっている。ほうほう。これらを総称して八大地獄と呼んでいる。それぞれに性質があって、そこにいる衆生の寿命もまた異なるようだ。また、八大地獄の周囲には八寒地獄があるとも言われているぜ。ブルブル。上阿言経は原始仏教の経典で、それによると地獄は八熱地獄と十地獄に大別されて、八熱地獄に付随する小地獄はすべて共通の16種類あるそうだ。上阿言経では仏教における人間界を含む宇宙のすべてである。趣味線世界の一番外側をあのように取り囲む鉄地線は内と外の二重構造で、その間に地獄や閻魔王宮があるとしている。通説になっている地下世界にあるという説とは違うってこと？いわゆる世界の果てに地獄はあるとしているぜ。へぇ。地獄があるとされている二重鉄地線の間は太陽や月の光が届かない暗黒の世界で、僧侶と言われる強い風が常に吹き荒れている。この風は、もし人間界に吹いていたら全てのものを吹き飛ばし、粉々にしてしまうほどの威力を持っていて、さらに超高熱の炎と悪臭を伴っているそうだ。人間界にあるものに例えるなら、大型爆弾などの爆風や衝撃波といった感じかな。上阿言経の八熱地獄は階層構造じゃなくて、十地獄ともども世界をぐるりと取り囲む形で配置されている。それぞれの名前は、総地獄、黒縄地獄、追圧地獄、共感地獄、大共感地獄、焼き炙り地獄、大焼き炙り地獄、無限地獄。総地獄は現在の統括地獄、焼き炙り地獄、大焼き炙り地獄はそれぞれ、消滅地獄、大消滅地獄に対応していると考えられているぜ。なるほど。また、八熱地獄に付随する小地獄はすべての地獄で共通の16種類がつく。それぞれ名前が、黒砂、仏具祖、五百釘、吉、勝、一道釜、多道釜、伊島、海地、両妃、灰川、鉄丸、長直の、西郎、剣気、看護売りとなっているぜ。誰も怖そう。消防年序経では、八大地獄には付随する16の小地獄があるとされている。八大地獄の四面に四つの門があって、門の外にはそれぞれ四つずつ小地獄がある。これらは合わせて十六小地獄と言われているぜ。随分と細かく分かれているんだね。これらの小地獄と八大地獄を合わせると、なんと136地獄にもなるんだ。小地獄には中央の八大地獄の亡者が迷い込む他に、中央の地獄に落ちる条件の中でもさらに細かい条件に合ったものが落ちて、例えば殺生をした者が落ちる地獄である統括地獄に付随する小地獄の場合には、鳥や鹿を殺した者、生前に勝手気ままに殺生をした者、などといった条件によって振り分けられる小地獄がある。各地獄によって様々なんだね。十六小地獄の別名の一つである、四門地獄の場合には、小地獄は四種類しかない。その場合には各門一つにつき全種類の小地獄が並んでいて、それが四方にあって 4×4 の16個ある。その内容は、膝まで没するような熱灰の中を歩かされる、渦巳微像。糞尿と泥の川に沈められてそこに救う虫たちに食われる、四糞像。無数の剣が歯を立てて並ぶ道、歯灯籠、歯の歯を持つ林、剣葉林。無数の剣が生えた木を登り降りさせられる、鉄子林、という三つを備えた、鉾葉像。
そして沸騰した灰水の川に落とされる、劣化像の4つあるそうだ。どの説でも、地獄は8つに分かれているということは共通しているんだね。8つの地獄。統括地獄は、上阿権経の地獄の中では総地獄と呼ばれている地獄だ。地獄の世界の中でも最も浅い場所に位置している。ここには殺生をした者が落ちると言われていて、アリアカなどの小さな虫を殺しただけのものでも、殺してしまったことを悔いたりしていなければこの地獄に落ちるそうだ。また、生前に争いが好きだった者や反乱で死んだ者もここに落ちると言われているぜ。そんなことでも落ちてしまうんだ。統括地獄では、罪人たちはお互いに鉄の爪で殺し合うと言われている。また、獄卒や鬼の料理人に体を切り刻まれ、切り裂かれ、粉砕されて死ぬこともあるようだけど、また元の体に生き返ってしまう。だから死んでも死んでも責め苦が繰り返されるんだ。想像しただけで恐ろしいよ。また、この統括地獄にはさらに細かく7つの場所がある。司令所は厚い糞尿の湖に虫が這いつくばり、食いつかれ、皮を破り肉を食われる場所になっている。東林所は高い鉄壁の中が猛火に包まれていて、大雨のように熱鉄が降っている場所。黄熱所は豆を射るように鉄の亀で熱される場所で、卓所は縄で縛られ、杖で打たれ、険しい岩山から落とされる場所だ。そして、安明所は大嵐が吹き荒れ、吹き所は昼夜大火災が起こっている場所。極区所は鉄の棒で全身を貫かれるという恐ろしい場所だ。聞いているだけで身震いがしてくるほどひどい苦痛が待っているね。そんな恐ろしい統括地獄だけど、この地獄における囚人の寿命は500歳となっている。500歳?驚くのはまだ早い。これは人間の500歳と同じじゃないんだ。人間界での50年が1日と同じになるから、換算するとおよそ、1兆6653億1250万年にわたってこの苦しみを受けることになる。苦痛をどれだけ受けるかは、犯した罪によって決まるようだ。あわわわ。黒縄地獄は、殺生と盗みをすると落ちる地獄だ。鬼が罪人を捕らえて熱く焼いた縄で体に炭縄を打ち縄目をつけ、その縄目の通りに熱せられた斧で切り裂かれて恐怖と激痛を与える。また、左右には大きな熱せられた鉄の山があって、その間に張られた鉄の縄の上を、鉄の山を背負わせた罪人に渡らせることもあるそうだ。もしも渡れなかったら、渡れない罪人は落ちて砕けるか、鉄の釜に突き落とされて煮られてしまう。この苦しみは統括地獄の10倍とも言われていて、死んでもまた生き返り苦しみが続く。この苦しみが、人間界の時間で13兆3225億年にも及ぶそうだ。想像を絶する世界だね。集合地獄は、殺生と盗みに加えて子供をいじめた者や浮気をした者が落ちる地獄だ。集合地獄では多くの罪人が相対する鉄の山が両方から崩れ落ちて、押しつぶされて圧死されるなどの追い込まれた苦しみを受けるそうだ。浮気も地獄行きなんだね。また別の場所では剣の葉を持つ林の木の上に美女がいて、誘惑される。それに招かれて罪人が木を登ると今度は木の下に美女が現れ、何度も剣の葉を持つ木の上を登り降りすることで罪人の体は切り刻まれ、体から血が吹き出す。これは誘惑に負けた罪とされていて、最後には鉄の巨像に踏まれて押しつぶされてしまうぜ。まさか地獄に誘惑があるなんて夢にも思わないだろうね。共感地獄は、集合地獄までに含まれる罪の他に、酒に毒を入れて人を殺したり、他人に酒を飲ませて悪さを働くように仕向けたりするなどした者が落ちる地獄だ。共感地獄では熱湯が入れられた大釜の中で煮られたり、猛火の鉄室に入れられる。罪人たちはあまりの苦しさに泣きわめき許しを請うんだけど、この声を聞いた獄卒たちはさらに怒り狂って、罪人たちをさらに攻め込むそうだ。やっぱり、鬼がいるのかな?ああ、頭髪が金色で目から火を出す巨大な鬼たちに追い回されて、弓矢を射られる。そして最後には骨の髄まで食べられてしまうんだ。それでも死ぬわけじゃないでしょ?もちろんまた生き返る。だからこの苦しみは何度も何度も続いていく。共感地獄の苦しみは集合地獄のさらに10倍となっていて、人間界の時間で852兆6400億年続くそうだ。大共感地獄は殺生、盗み、浮気をした者、酒による悪事をした者に加えて、嘘をついた者が落とされる地獄だ。大共感地獄では共感地獄で使われる鍋や釜より大きなものが使われて、さらに大きな苦しみを受けることになる。まさしく、地獄の釜茹で、罪人の口や舌を厚い鉄の針で刺し貫かれ、抜かれてはまた生えてくるという苦しみも受ける。
大教官地獄ではこの苦しみを、人間界の時間で6821兆1200億年味わうそうだ。無理。消滅地獄には、仏教の教えとは言えない考えを解き、それを実践した者が落とされる。ここでは常に極熱の火で何度も炙られ、焼かれ、焦がされ、その苦しみがずっと続くんだ。また、罪人たちは地獄の鬼たちに撃たれ続け、赤く熱した鉄板の上で鉄串に突き刺されたり、目、鼻、口、手足などを肉団子のように分解されて、それぞれを別々に炎で焼かれるぜ。残酷すぎやしない？この消滅地獄の炎に比べるとそれまでの地獄炎でさえ雪のように冷たく感じられるほどで、豆粒ほどの消滅地獄の火を地上に持ってきただけでも地上の全てが一瞬で焼き尽くされるそうだ。人間界の時間で合計4568兆9600億年にあたる時間、体を焼き続けられるぜ。もはや桁がすごすぎて。大消滅地獄は、二層や幼い女の子への強姦をした者が落ちてくる地獄だ。消滅地獄よりも熱い炎で焼かれ、その苦しみの声は地獄から遠く離れた場所からでも聞こえるそうだ。もう震えが止まらないよ。また、炎の刀で体の皮が剥ぎ取られて、沸騰した熱鉄を体に注がれることもあるようだ。大消滅地獄で過ごす期間は、人間界の時間で43京6551兆6800億年にあたるぜ。ひぃ。地獄の最下層に位置するのは、阿鼻地獄と呼ばれる地獄だ。阿鼻地獄には父母や聖者を殺した者が落ちてくるとされている。ここは地獄の最下層に位置する地獄で、大きさは他の7つの地獄よりも大きい。最下層に位置しているから、この地獄に到達するにも時間がかかるようだ。一体どれくらい時間がかかるのかしら。真っ逆さまに落ちても、なんと2000年だ。嘘でしょう。阿鼻地獄での苦しみは、前の七大地獄で与えられる苦しみの1000倍以上。ここでは18人の極卒、巨大な城、刀の林、銅の犬、八本角の牛に取り囲まれて、鉄の瓦が豪雨のように降り注ぎ体を砕かれ、飢餓のために自分の体を焼いて食べる羽目になったり、巨大な鳥に捕まえられて石の山に落とされたり、炎の葉を持った犬に噛み殺されたりといくつもの刑罰が繰り返される。また、巨大な上に64の目を持ち火を吐く鬼がいたり、舌を抜かれ100本の釘を打たれた上に毒や火を吐く虫や大蛇に攻められ、熱鉄の山を登り降りさせられるとも言うぜ。その苦痛を、途方もない年月受けることになるのね。これには諸説あるんだけど、3億1996万年や、682京1120兆年に相当するという説もあるぜ。ここまで来ると、全くピンとこない数字だよ。この阿鼻地獄で過ごす期間は、一中光とも呼ばれている。この期間がどれほど長いのかを表す例えとして、縦横高さがそれぞれ一流順の巨大な正方形の石を、100年に一度ずつ柔らかい木綿の布で軽く払い、その繰り返しで石がすり減って完全になくなるまでの時間であるとか、縦横高さがそれぞれ一流順の巨大な白に消しの粒がぎっしり詰まっており、その中から100年に一粒ずつ消しの粒を取り出していって、白の中の消しの粒が完全になくなるまでの時間であるなどと表現されているぜ。とにかく気が遠くなるほどの長さってことは伝わったよ。八大地獄とは別に、八寒地獄と呼ばれるものもある。八寒地獄は八大地獄とは違って、寒さが深刻な地獄となっているんだ。どれくらい寒いんだろう。最初の地獄は、阿ぶだ地獄だ。ここでは寒さのあまり鳥肌が立って、体にアバタができるほど。この阿ぶだ地獄が、アバタの由来になっている。二番目の地獄は、ニラブダ地獄。ここでは鳥肌が潰れて、全身に赤切れが生じる。鳥肌が潰れるって、どういうことよ。3番目の地獄は、アタタ地獄だ。あまりの寒さに、アタタという悲鳴を上げてしまうことが名前の由来となっている。なんかネーミングセンスが面白い。4番目の地獄が、母場地獄。ここでは寒さのあまり舌がもつれて動かず、母場という声しか出なくなるそうだ。5番目の地獄が、ココバ地獄。この地獄ではついに寒さのあまり口が開かなくなって、ふふばという声しか出なくなる。かなりヤバくなってきた。6番目の地獄は、ウバラ地獄。ウバラは青い睡蓮を意味するサンスクリット語の音社だ。全身が凍傷のためにひび割れて、青いハスのようにまくれ上がることから、青ハス地獄とも呼ばれている。7番目の地獄が、ハドマ地獄。グレン地獄とも呼ばれることのある地獄で、ハドマはレンゲを意味するサンスクリット語の音社だ。この地獄に落ちた罪人はひどい寒さで皮膚が裂けて流血し、その血の色壁に色のハスの花に似ていると言われている。それじゃあ、最後の8番目は？
8番目の地獄は、マカハドマ地獄だ。八巻地獄の中でも最も広大な地獄で、マカは大きいという意味のサンスクリット語の音社だ。ここに落ちた罪人はグレン地獄を超える寒さで体が折れ裂けて流血し、まるで紅色のハスの花のようだと言われている。地獄というのは、生前に犯した罪によって行き先が変わるということを初めて知ったよ。犯した罪が重いほど苦しい地獄に行くということで、悪いことはできないものだと改めて感じるぜ。うん、その通り、正しく生きるよ。また仏教ではこのように伝えられている地獄だけど、世界中には異なった地獄のイメージも存在しているから、調べてみると面白いと思うぜ。地獄巡りだね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。